ほんで、今うち生姜飴舐めてます。どんな舐めながらじゃなくて、ハーブキャンディー舐めながらじゃなくてね。気になるでしょ、こんなの。うちも。みんな知らんけど。期間じゃないよね、聞いてるとかね。で、そうそう、ハーブキャンディーっていうのはね、外国の会社が日本に乗り込もうとしたけど、日本の、漢方薬関係の、ね、会社が、ね、ブロックできて、のど飴だけを侵さんといてくれと。日本の方が発達してるんだから、ブロックできて、ほとんどねって。あ、それもそうねって。いや、のど飴業界を侵さないのってますね、外国の企業をおっしゃって。さて、だからまあ、地球滅亡っていうのは実はこういうことの、こういう話を聞くっていうことなんですよ。そして地球上のこのインナーステーションしかないから。太陽神経層次元しかないの。皆さんと一緒にこの世界は太陽神経層次元か地球があるの。それ以外のシナプスには地球なんかないから。で、シナプス以外には地球の惑星はないはずよ。なんでかってその恒星がないから。どういったらいいの？光の惑星がない。熱源がないから。そういう、恒星惑星みたいな関係の熱源と居住可能地帯みたいな、それがない。だからそれだけ。それとまあ、神経系に侵入するの大変でしょ。ね、じゃあ他のとこどうやってって。他のとこ、まあ、アロマ的なってか、ね、あ、でも途中でブロックされるでしょ。食べたら、消化、代謝されて別の物質に変える。遺伝子が分解されてしまうわけ。食べたら。ね？でしょ？遺伝子のものを突入できる場所なんてないねんけど。でも神経系を狙われるわけね。そのパルス的に。で、またせなあかんな、パーシバルの話、またそのうちしますけどね、ペルシーでね。またそのうちに。それよりも、白色矮星、赤色矮星に皆さん退去されると思います。それが始まるのは西暦2500年からに、ね。で、400年かけて退去が終わるの、皆さんも。うちは残らなかったね、ここに。いや、行ってもしゃあないもん。おってもしゃあないけど、行ってもしゃあない。しかも、その時代、おらんはずや。うちはね。ただ、肉体は、細胞はね、もともとみんな、うちの体質だから、みんな細胞ね。だから、そういう形では、偏在してるんだって、退去しても。だから、うちも退去したから、という解釈になってしまうと。うちの、さっきのはっきりした自我が誰に現れるかなんか知りません。今決めんでいいし。ね、レンジャーってこういう形で現れる。アーマーの体にもこういう形でしっかり現れることができる。責任者、レンジャーの形。こういうふうな波動で喋る人物に出会ったら、そのレンジャーの自我が現れる。どの人でも、相手にも現れてる。全部天の大細胞、もともと。使いやすい。使ってもらった。今度できるのは隊長クラスです。さてさて、司令官と隊長ちゃん。司令官の、お客様の用語でして、実際の管理官は司令官じゃなくて隊長。司令官は何って、ここでその採用した方々。要するに、あまり侵入しようとした挑戦者の人たちを、そのトップが司令官。名前も司令官名乗ることあるけど、名前と名前でも名乗れるし、と思って。で、名乗ったことの被害なんて、あまの場合は、あまがあまで、ある場合はね、あまになって。あまがあまじゃないときは、被害が。今回の人生途中でね、自分が甘く思い出してくれたから、それ以降被害ないでしょ。で、体調アルスから来てる。またしかもアルスが守ってるからね、この形。君たちの本来の場所は、どこじゃなくて、君たちのまたしかも、あるでしょ。それも、アルス連合が守ってるってことよ。
甘がり上手でしょ、体調いいから。ね、ピッて、ピッて。甘がよく使う技、どっちかと、これ。ピー。こんなもん、甘いのは大丈夫。さてさて、まあ、甘ですもん、この舞い、ね、甘をね、舞いながらパーッと始めて、どっちかと、とかの上手なんだか着地をなさるさせられた。おかみさん、死ぬ。友情経験長いまま、その回、飲んだやつは、ラクワザは、かなり覚えてる。おかみさんっていうのは友情の女神でしょ、アマテラス、先住民のアマテラス。アマタスで先住民から、ヤマタニシがそういうレイプされたから、優勝になる。それぐらい侵入者ってひどい。一般民族も笑ってたけど、本当ひどいやつだったんだ。その本質は見るとピーみたいな、かわいい音。奇妙でしょ。まあ水怖いから、そうなんですね。なんか水子の声で、AI ってなんですか、水子。だから昔から水子の文字とかやってあったお坊さんとかなの水子の声や、わかるでしょうね。もちろんこんな風にやってピーってやったらなさんと思うよ。すごいですか、ミルクは。だって、人になんか育ってないもんね。そんな機会ないし、ミルクが人で育てる機会なんか。なんかの生き物になってくれたらね、倫理ってね、そんな生き物得意になってくるけど。だけど、ミルクの種類はどの生き物のように今になってね、倫理なんか全く育ってないよ。何の生き物にもなれなかった精神。っていう説明がぴったり。だから、人間もなくなったらしい。つまり、電柱。中の遺伝子は焦ってるよね。でも、それはただの乗組員じゃなくて、客やん。乗客やん。電柱。精神袋、電柱が。その電柱が人間。それは卵子の方もね、ミサオなんかないですけど、連中の方はギンギンだよってことね。ね、感謝バクテリア。ミサオなんかない。連中の方にはギンギンなんかない。実は大変な世界に住んでると分かったのに、みんなのせい。超安全でバコンなんか生死特有の動きしてる。自分が悪いのに逆ギレしてるやつもあるでしょ。なんだか教えてくれんかったって言うかもしれんけど、ちょっと待てるときに待てなかったですし、精子やそれはだから養殖につけざるを得なかったケースが多く、で庶民に至るまでね、うちの説明がわからんかったってどうしようもないでしょ。なんかそれぐらいまでみんなの共通認識が育つ環境もあっとってん。
科学的にも進歩してるね。で、SNS 次第に言うしかないやんか。それはだからパンゲットの人とかトランプ次第でも、より広く、全員に言えてる。それはまさに、地球の陸地がなくなる。西暦2900年から見たら、まあ大体1000年弱。まあ大体1000年前、ほぼ。いつもそういうタイミングですよ。こういったことを言いに来るのは。それどころじゃないの襲ってくるでしょ。いかのアマの特有さ。さて、というわけですので、その後、白色矮星、や赤色矮星由来の惑星に、皆さんは移住して生活することになります。で、ただ、この地球がね、完全にね、人間になって、外の世界に生まれましたあとは、要するに、もう胎児のいなくなった。母親の子宮内に皆さんが残るようと思います。まあ、排泄というかね、体液として流れる人たちは、その甘いの母親の母体の外に出るってことになります。